これより肥後さん御礼三景記念品授与を執り行わせていただきます。戸塚京区安田亮奈さん、前へ出てきてください。それでは当山住職よりご挨拶をいただきます。ご一同にありがとうございます。本日は当山法祖日蓮大菩薩御会式を神戸興福寺御高職都御根日曜商人一座ご報酬を賜りました。誠にありがとうございます。須田のお経務方といたしまして、横浜昇龍寺ご報職前島日力殿、そして、東京常泉寺仁座別院にお大名として、お赴かれています。金沢寛一弟子、そして王子常住寺ご公職の高野清純公子、本日はお参加をいただきます。また法師御堂氏の興福寺から奥様、息子さんの信太さん、娘さんの穂乃花さん、お参加をいただきまして誠にありがとうございます。そして、銀座別院のご信者の皆さん、横浜昇龍寺の皆さん、で王子常住寺からは高野ご住職の奥様、のれ様、そして、ご信者の皆さん、ご参加いただきました。誠にありがとうございます。またその他上院のご信者の皆様、そして次男のご信者の皆さん、このコロナ禍の中、ご参詣を賜りまして、誠にありがとうございます。さて、今回ご報酬をいただきました、都御根商人でございますが、この度、10月に盆僧正にご承諾をなさいました。肥後さんの後で申し訳ございませんが、私からプレゼントこれ鎌倉の一番の鎌倉よりも有名なお店、八宝堂という。ありがとうございます。実はこんなエピソードがありました。私の息子の聖騎士がまだ小学校へ上がる前のところですが、友達を連れて私が運転をして夜カブトムシを取りに行った。そうするとカブトムシなかなか最近取れません。
たまたまこの木を見上げますと、ちょうど宵の口だったんです。ブーンと飛んできたのが、あ、カブトムシだと思って、網を使って私は取りました。その日はたった一匹しか取れません。それをこの聖騎士は友達にあげたんですね。その時に、まあ子供ですから、あげるという気持ちと裏腹にですね、自分も欲しかったんじゃないかな、親心でそう思いました。なんと翌日、関氏がその庭のところでおもむろに街灯の下を見ます。カブトムシがいるじゃないですか。ここは海辺ですから、カブトムシが寄りつく木はありません。非常に不思議です。いまだにカブトムシが取れたためしはありません。これはご法様からのプレゼントだ、こういうようなことだね。でこの度法師を同士に差し上げたのは、七条下座につける冠という、ここにこれ同じものだ、ね、こういうものですね。これはもう今となったらこれは本当はないんです。だから造形の冠、七条下座につける。お通しのためにこれを購入して買ってきた途端、あるお通しから箱が届きました。その箱はいつものようにお屋敷にあげてくれというワインかと思いきや、これが入っていました。まさしく、お通しに缶を差し上げようと思ったら缶が、こういうお話をしたくてこれを今提示しています。お世話様も仰せですから、人に物を施せば自分も栄える、人の前に灯火を灯せば我が前も明らかになる、こういうふうにおっしゃっておられますね。まさしく仏教の上ではこの布施供養の精神というのは、そのご信心、ご奉公の元となるものでございます、ね。まあ、こんなところでご訪問めいたこと言って申し訳ございません。そういうことがございました。で、坪根尾同士と私は、もちろん坪根尾同士はもともと上泉寺のお供として出身でいらっしゃいますが、平成7年に阪神淡路大震災というのがございました。特に美穂奥様などはだいぶ怖い思いをなさったんじゃないかと、こういうふうに思いますが、その折ですね、若かりし頃物流青年協務会というものが今もありますが、そこに所属をしておった私は、何人かのお教務が災害支援、こういうことになりまして、ちょうど震災発生からまだ半月も経っていない2月の1日だったところ、月始めのお倉庫を終えて師匠にお許しをいただいて一人電車に乗って、神戸へ向かいました。その時は皆さんもご記憶にあると思いますが、電車がですね、線路が曲がりくねって分断をされて、高速道路が倒れて、または曲がっているという、そういう光景を現地に行って、私もその光景を見せて、唖然としたものです。で、このお堂師が今ご住職なさっている興福寺も、最初の建物でございます。最初の建物は大正年間に作られた建物だったと記憶しておりますが、この建章寺の私が育った幼少の頃の本堂によく似ているお寺だったんですね。建章寺の場合はもう明治年間に総ヒノキ造りで建った木造の家屋が最初のお寺の本堂になったんです。
よく見て行きますと、噂ではですね、被災状況がこの白瀬で当時流れてきました。暴風時、なんて書かれた瓦が落ちちゃってね、で2階にあるお階段が落ちたっていう、こういう情報が流れた。ところが階段違いでね、2階の階段がなんか壊れたって話しお階段落っこったなんて大変なことだなと思ってたんですけど、福岡同士がすぐ出てきて、あれは違うんだよってこの話をされました。でその時にこの瓦の撤去作業が中心でございました。最初は手作業でね、みんなでやったんですけど、実は私たちの仲間の一人に深澤健義っていう人がいて、この人はもともと自衛隊員です。どっかに消えて油でも売ってるのかなと思ったら、油の入ったユンボをね運転してきました。それでだいぶ作業がはかどったっていう、ああすごいな、元自衛隊員っていうのは何でも運転できるかな、すごいなと思ったもんなんです。でそうして少々のお手伝いをさせていただいて、その今年の10月に福岡都市がお礼にっていうことで我々をお屋敷に呼んでくださったね、まあそんなことがやりがいでございました。それから後、常根お同士は、まあ今の美穂様とご結婚なさって、そして現在は、福岡お同士から継いでご住職をなさっている、まあこういうことです。宗門でもですね、物流研究所というところがありまして、現在その物流研究所の副所長をお務めいただいて、また教務さんを教える物流教育専門学校でも教鞭を取っておられる大変、優秀な、お同士でございます。また今日ご出題いただいた前島お同士、高野お同士、ね、金沢会社は現在も行政でございますが、そういう意味ではお同士ともだいぶつながりが深い、そういう方々でございます。また今日はご信者の中に私もよく存じ上げている方々がご参加いただきました。このコロナ禍で人と人とが会うことが一時期、まあ今もそうでしょうけど、分断されているところもありますね。今日は今はこの今日も YouTube を生配信しております。実は、建昌寺の250名のお参詣のうち約半分が YouTube で今日はお参詣をしていただいております。でこういうコロナ禍になって、そういう文明の利器が、一般化してきているわけですね。でまたいわゆる人と人とが電子の上でつながることのできる SNS っていうのが、今日の新座別院の団長でいらっしゃる石田久美子さんは私と SNS のお仲間であります。で、また北岡明美さんは私が、平成14年の立教会衆750年本山でのご奉公の折、法要の前にプロローグ曲というのを流すということになって、そのプロローグ曲を私は、このどういうわけですか、作曲したんですね。でその歌入れをですね、北岡さんにやっていただくと、こういう、ご縁がございます。また今日は高野同士のお寺や横浜の松陰寺、それぞれ、思い出のある方々がお参詣をいただきましてですね、本当にこの中ではありながら、こうして今日はお参詣をいただいたこと、大変、心より、嬉しく思っております。こうやっていろいろ私は住職となってからもう人前で喋ることが多いんですが、
私個人としましては人前で喋るのは大嫌いなんですね。嫌いなものが3つありまして、これみんな嘘って言うんですけど、車の運転が嫌い、ね、それとこの人前で喋る、あと雲が嫌い。ですからおじいさん時々意地悪して お住職雲がいましたよってこういうふうにピャッてなるんですね。顔に似合わず、そういうのが嫌いなんですね。ですから人前で喋るってことは本当に苦手なんですけど、ご訪問もさせていただかなければなりませんのでね、まあ嫌いなものでもご訪問ということであれば、まあ一歩でも二歩でも前進することができるのかな、まあ自分でもよく言い聞かしているわけでございます。まあというようなことで、挨拶は短い方がいいっていうこういうことなんですが、今日はいろいろな思いが交差をしておりましてですね、人前で喋るのは苦手嫌いな私でございますが、まだまだいろんな思いがこうございまして、立ってるだけで、あ、次はこういうか、ああいうかっていうのが出てくるんですけどね、まあ、あまりご訪問の前で打弁を申すのも失礼かと思いますので、まあ、ここら辺でやめておきたいと思います。どうぞこの度はお参詣をもてですが、いろいろと所有しご奉納をいただきまして厚く御礼を申し上げます。どうぞ引き続きこのコロナ禍はまだまだ続きます。皆様の災難除滅、そして、一の平安無事帰宅、ご奉公成就を祈念させていただきまして、ご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。ただいまより公衆音頭市坪根道雄上人のご訪問を訪問させていただきます。塩龍寺さんから7名参加いただきましてありがとうございます。常泉寺の新座別院から20名もご参加いただいて誠にありがとうございます。本当にいろいろとお世話になりました。ありがとうございます。王子常住寺様から12名ご参加いただきます。横須賀の新城寺様から2名、三郷の昇龍寺様から1名、本所の聖王子様から2名、宇都宮の上昇寺様ですか、1名参加しています。また、東京渋谷の上泉寺から1名とお参加いただきまして本当にありがとうございます。今日は新世同士のこのお計らいで、かつて上泉寺で
共にご奉公させていただいた前島国知事共同氏と、それから王子城中のご住職の高野清純氏と、また今新座別院でもう代表としてご奉公されていらっしゃる金田海知氏、共にご参詣をさせていただいて本当に随気いっぱいでございます。また三浦氏も青年会時代からですね、本当にありがとうございます。今新生お同士からそんな思い出のある七条家さんにつける缶を頂戴いたしまして、本当に驚いているのと随気いっぱいでございます。新生お同士と私はもう検証寺の方はご存知なんですが、私の曽祖父母ですね、明治の時代になりますが、新政府同士のおじい様に近代僧侶の二世商人、この二世商人にかつて私たちの、まあ、先祖のお経を受けまして、そしてご本尊様を法案をしていただいたのが新政同士のおじい様、先々先祖なんですかね、この近代僧侶の二世商人造船で合格をされ、安置されている時にお世話になりました。それがうちのいとことひ孫が結婚するようになるとは夢にも思ってませんでした。不思議な夢というのがあるものなんだなというふうに思います。まあ手前事ですが、私はあまり若い頃はあまりこうご奉公とかご信心というのは全然熱心じゃなかったんですが、自慢できることは小学生の頃からご法前のお給仕だけは朝毎朝させてもらったんです。でそこに不思議なことに特製のロケットご本尊というのがありまして、小さな南無妙法蓮華経が少し大きく見えるようなご本尊です。そこにご自名が福岡西奥って書いてあるんです。なんでこんなうちに壺根でないのに福岡のご本尊があるのと母に聞いたときに、私の母がもう亡くなりましたが、ご信心をさせていただきたかったんだけど、うちがなかなか反対されてご信心的な、その時にこの福岡西奥っていう人がご本尊を貸してくれて、でこのご本尊に毎朝毎日お題目を唱えていればいつか信心ができるようになるよと、こういうふうに言って貸してもらったんだよ。だけど返すまでに死んじゃった。だから返すことないんだと、こんなことを聞いてまして、それが何十年も経って阪神大震災があって、そしてその時にご本尊を返すチャンスだということで、なぜか妻の興福寺に向かったわけです。そしてみんなはその阪神大震災にボランティア行って女の子を引っ掛けたと、こういうふうに誤解をしてるんですが、僕はその時は娘なんていうことは知りませんでした。それで、まあ、一生懸命ご奉公様でご本尊をお返しすることができました。そしたらこう結婚してこういうふうになって、なんか不思議なそういう因縁っていうのは世代を超えてあるものなんだなと、新世同士とのこういうご因縁もそういうものなんだなっていう、なんか今最近つくづく思います。全ては偶然じゃなくて必然なんだと。だから今日こうして鎌倉賢秀寺様にお参詣をさせてもらっている方々っていうのも、これも偶然ではなくて何か将来に大きなインパクトを与えるようなそういう因縁というのがあるんじゃないかなというふうに思います。
話が長くなりますので、ご本をお読みさせていただきます。ご許可を拝見させていただきます。ご許可に信心は日々に新たに記録せば、神の潔いご信心の状態で常病諸念の御題目を保つということです。ご守護がいつまでもいただける物流信者になるよう、一日精進を重ねることが大切とお諭しいただくご評価です。信心は日々に新たに木を伏せば、神の名にも強しとぞ聞くお示しです。今日のこのご教官のお題にはですね、これネズミにありますように、信心固ければ神の守りもまた強しと、こういうふうにおっしゃっていますね。ご信心と諸天全人のご修行というのは、つまりご利益というものが比例するということです。比例するということですから、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、まあ、ご信心が下がってきたら、これはご利益にいただけなくなるということですね。だから常にご利益を感じさせていただくためには、ご信心を強くしていくように気をつけなきゃいけないということですね。今本当に格差社会、全世界になってます。日本もどん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 この格差というのが大きくなってますね。貧富の格差とか、教育の格差とか、あるいは情報の格差とか、いろいろあります。大きいと言っても本当にお金持ちが少なくて、経済的に苦しい人の方が圧倒的に多いですね。どうですか、この中で。私金持ちだという人、手挙げていただけますか。いらっしゃる。みんなやっぱり大変だと思います。あったらご信じしてるかどうか分かりませんからね。私の教養が一番だという話をいらっしゃいますか。よかったです。本当に格差大きいけれども、だけどほとんどみんなそれぞれ経済的にも大変だし、学校を受けるのも大変だと思いますね。でもね、それよりももっともっと今気をつけなきゃいけないのは、ここに書きましたように、幸運と不運の二極化です。幸せな人と不幸な人というよりも、もっと言うと幸せを感じる人と
を感じる人っていうのが圧倒的にこれがまた大きくなってるわけですね。だからいい意味で考えれば、幸せとは何なんだろう、また不幸とは何なんだろうと、こういうふうに考える機会が多くなってきたということです。そういう意味では非常に僕はいい時代だと思いますね。物流信者はそういう意味で幸せになりやすい、幸せになる方法を知っているという人たちで、今日はその方法っていうのをこのご教科をいただいて確認をさせていただきたいという、こういうことなんです。運、不運って言いますけどね、海道商人は非常にこの言葉使われてます。海運とかね、あるいは本山の御宝山の左側、西側には大きな字で慶運って書いてあります。背景の慶、運命の運です。だからどちらも運を開くという、こういうことですが、お題目の力というものは、このご神人というものは運命を大きく開く、そういう力というのがあるんです。だから運というのは、運命というのは決して馬鹿にしちゃいけない、もっともっと大切にしなさい、こういうようなことを海道商人は仰せになっているんですね。お祖師様の、まあ、ご神人というものもそういうものです。お祖師様はご神人というのは何かといったら南無妙法蓮華経です。南無妙法蓮華経とは、妙とは蘇生の理なり、蘇生とは蘇る理なりと、こういうふうにおっしゃって、ダメが良くなる、ピンチがチャンスになる、そういう力というものがこの五代目様にはあるんだというですね。立正安国論の最初の方にも深く期待を嘆いていますと、近年より近日に至るまで天変地を危機に生きれ、あまねく天下に満ち広く地上になること、竜が巷に倒れ骸骨の道に見ている、こういうような時代がどうしようない、そんな時代にお祖師様がいらっしゃったわけです。私たちの状態というのも自分の力で何とかなる時もありますし、時代の流れでそれで流されてしまって不幸を感じるような、そんな時というものがあると思います。でここに、まあ、お祖師様のご神人、天変地用ってですね、どうしようもない、そんな時にもお祖師様は生きていらっしゃった。そして辰の口の御坊なんての鎌倉の地ですね、お祖師様はここで処刑をされる、まあ、実際処刑はされたわけです。でも執行される時にこの江ノ島より光るものがこう飛んでこられてですね、そして立ち取りは目がくらんで、そしてあまりの不思議さ、あまりの明るさ、そんなものに物の武士たちはみんな恐れをののいて、でそして口を、まあ、首を切ることができなくて、そして、まあ、佐渡にゴルザイになるわけです。いろんなピンチというものをお祖師様は、免れていくわけですね。でお祖師様はその辰の口の時に涙を流す四条金吾に対して、もう皆さんもご存知かと思いますが、日蓮宗人は何とおっしゃったのかといったら、これほどの喜びを笑えずかしと、こういうふうにおっしゃったわけです。お祖師様のお手紙をいろいろ拝見しますとね、やっぱり苦しい時があるわけです。お祖師様の特にですね、まあ、今日は暖かい、本当にいい天気で、もう海がキラ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 後ろ光ってますが、本当にいろんな災難があるわけです。で拝見しますとね、お祖師様暑さには強いんですね。だけど寒さには弱いんです。だから八寒地獄を味わってるとか、その寒くて寒くてどうしようもないようなところはいろいろ書かれてます。だけどいろんな苦しみとか悲しみを書いても、すぐにですね、これは大きなご利益の前兆だというふうに捉え直してるんです。だからここのところにもね、ご妙観というところでまさに終了し、通ずの世間の吉凶にあらざる大罪だと、あるいは日頃の災い、月頃の難は、この両三年間すでに死罪に及ぶと、
今年今月も毎日神妙を逃れがたきなり、世の人疑いならば異彩のことを弟子にとれと、こういうふうにおっしゃってるんですね。これほどの喜びを笑いぞかしとおっしゃったその言葉っていうのは、今生きる私たちへのメッセージかなと思うんです。市場勤務のような方には僕ももちろんなれませんが、だけど僕なりにも、また皆さんもいろんな悩みとかいろんな落ち込む時とかあると思います。でもその時にこれほどの喜びを笑いぞかしというお祖師様の声っていうのをぜひ感じていただきたいなというふうに思うんですね。お前はこんなに大変だけど、だけどこれはこれを超えたら大きなご利益の大きなチャンスだと、こういうふうに前向きに何でも考えるということが物流信者として大切なことなんだよと、こんなふうに思うんですね。だから僕はこの日々に新たに清くせばっていう、清くっていうのはもちろん心をきれいにするっていうフレッシュな状態になることは大切だけど、もう一つ僕は前向きに考えるっていう、前向きに捉えるっていうことも清くせばっていう、こういう意味なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。この私たちの災難といういろいろあります。だけど日蓮聖人はですね、日本国の一切至上の苦しみは日蓮一味の苦なりとおっしゃっていて、もうこれからはですね、お題目で首を切られるようなことはないよと、ご信心をやり通そうと思ったらやり通せる、そういう状態にお祖師様は全部引き受けてくださったわけです。だからまあ安心してご信心ができる、そういう状態なんですね。まあ、それをまず感謝しなきゃいけないなというふうに思います、この構成で。であとはやっぱりそれでも私たちはいろんな、まあ、くじけそうになる時があります。でもそういう時にこのお祖師様のこれほどの喜びを笑いかしというこのメッセージっていうのを感じ取るということが大切なのかなというふうに思うんですね。今日常泉寺のご主人さんもいらっしゃるので、常泉寺の時にですね、僕もご奉公させていただいた時に非常に心震えるお話を聞いたことがあるんです。お題目のご主人さんは必ずご利益をいただけます。だけどもどうしようもない時というのがやっぱりあるわけです。例えて言えば戦争ですよね。第二次世界大戦というのがありました。常泉寺はもともとは麻布にありました。麻布にあって大本堂、大伽藍がありました。だけども戦争で空襲でその本堂、建物は燃えてしまいました。そこでご信者さん方に一つの疑問が起こるわけです。なんで燃えてしまったのか、なんで空襲で朝鮮人が燃えてしまったのか、こういうのが結構広まってきたわけですね。そして今日の作品にもそれが入りました。その時にその理由を述べるから信者全員疑問に思っている人が集まるようにというようなことがありました。みんな続々と集まってきました。これはですね、東北の柴崎西役商人という人が答えると言って言った言葉です。さあ
これから朝鮮寺がなぜ燃えたのか、その理由を言います。みんなごくりと唾を飲んでですね、シーンとして聞くわけです。答えを言いましょう。それは火事になったからです。みんなガクンとくるわけです。当たり前じゃねえか、火事だから燃えたんだろう、こういうことですね。しかしね、その後の言葉がすごかった。まぶたを閉じたときに、かつての常泉寺の姿が映っているならば、私たちの心から常泉寺は燃えてない、消えてないんです。しかしまぶたの裏にもその姿が映らないとするならば、あなたの心からは常泉寺が消えてしまったんだと。もし映っているとするならば、これを機にさらなる大きな常泉寺というのができるんだと。それを信じられるか信じられないか、あなた方のこれからのご方向にかかっているんだと。これを僕が聞いたときに思わず涙が出てしまいました。だから今の常泉寺っていうのがあるんだな、あの時になんで燃えてしまったんだろうと、集まってきたご信者さんたちも同じくハラハラと涙を流しながら家路に帰り、自分の家も大変な状態なんだけれども、あの今の大正泉寺を作られた。だから私たちもいろんなもう前に一歩進めないようなことっていうのが今あるわけです。だけどもそれを私たちは菩提門の力でそれを乗り越えて、さらなる大きな一歩っていうのを踏み出すことができるわけなんですね。それこそが初天前人が立ち上がるこのご信心になると、こういうふうに思うわけです。初天前人って見えに見えません。初天前人も妙法教理もまた我々の唱える五大目の声も目には見えません。目には見えないけれどもあるんです。目には見えないけれども、その功徳の大きな力というものが、エネルギーというものが初天前人なんです。だからその大きなエネルギーというものを発揮できるような、立ち上がることができるような、そういうようなご信心というものを私たちは日頃から培っていかなきゃいけない。いざという時に協力をいただけるような、菩提門の力を発揮できるような、あのお祖師様が辰の口で光物を表したような、かつてその常泉寺も戦後大きな復興ができたような、そういうようなご信心というものを身につけさせていただくことが大切だと思うんです。この顕正寺という名前は現象を表すお寺なんです。妙法教理を発揮するそういうお寺、これは顕正寺です。素晴らしい名前だなというふうに思います。ぜひこの今日この顕正寺様にお参りさせていただけたその因縁というものをぜひ大事にしていただいて、これからはますますですね、日々に新たにご信心を強くしていく、何でも前向きに、何でもこのお題目でプラスに変えていく、そういう自由信心というものを身につけさせていただくということが大事大切でありますと、かようにお示しいただきましたご教科でございます。ゆえに、お経下に信心は日々新たに記憶せば
清純氏の出座をいただき厚くお礼申し上げます。また本日は興福寺昭祐寺様、行泉寺、新座別院、行住寺様、新行寺、三郷昭祐寺様方のご参詣をいただき誠にありがとうございました。盛大に奉仕させていただくことができました。皆様方より奉仕処方のお花料をいただき心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。本日は本年度は高祖日蓮大師御生誕800年慶誕御奉公教家釈福夫等相続つづら折り運動の第4年度にあたり、県庁寺でも教皇もさらに、痛い同心でご奉公を励まさせていただけねばならないと決定しております。本日は聖典のお計らいをいただき、講習のお得をいただいたましたが、ご奉公不行き届きの点はどうぞご容赦いただきたいと思います。今後はご指導ご支援いただくようよろしくお願い申し上げます。御礼のご挨拶とさせていただきます。皆様方の一郎平安無事ご奉公成就をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
ご披露申し上げます。終了後、係の者がご案内いたしますので、案内があるまでそのまま席でお待ちくださるようお願い申し上げます。盛大のお礼言上させていただきます。本日はご多忙の中、当山本社に参詣いただき誠に随喜申し上げます。誠心誠意ご奉公させていただきましたが、流出届の件が多々あったかと思います。以後、神前開業して精一杯ご奉公精進させていただきますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。皆様の関係、ご奉公成就、無事帰宅を記念させていただきます。ありがとうございました。係の者がご案内いたしますので、案内があるまでそのまま席でお待ちくださるようお願いします。